皆さんこんにちはさとこです。今日私はセント・ジョーンズニューファンランドに来ています。このちょっと暗くなっちゃいましたけれども結構いろんな色の家があってすごいかわいい都市なんです。セント・ジョーンズはカナダの一番西にありましてヨーロッパに一番近い都市なんですね。で タフな私も今日は実は風邪をひいてしまいました。そして、うん、今日はくしゃみの話をしたいかと思います。日本ではくしゃみをした時、白春と言いますけれどもこちらではあチちゅうと言います。そしてくしゃみをした人に対して Bless you という習慣があります。これは God bless you God は神様。Bless は恵まれる。You はあなた。で、God bless you。神様の恵,恵みがありますようにという言葉なんですけど、その God を取って Bless you だけでいいんですけれども。こちらの方では昔、くしゃみをしたら魂が抜けるというそういう思い込みがありました。そして、あの、 くしゃみをした人に対して Bless you ということで魂が抜けずに中に体の中にいるというそういうあのそういう考えから Bless you という習慣ができたそうですそしてもちろん Bless you と、うん、言われたら Thank you 忘れないでくださいねで発音の方なんですけどもこの Bless、B L e S S 舌をあの L の時に下を上につけるのを忘れないでください。Bless you, bless you です。私がくしゃみをしたら、あちゅうとくしゃみをしたら、Bless you, ぜひ言ってください。そしたら私は Thank you と言います。Um, これからトロントに帰るビーン仕事をするので準備します。I hope you enjoy the show.See you next time, bye guys.See、uh, you next time, guys.Bye.